救急車の適切な利用を促すため、今年7月から運用が始まった愛媛救急電話相談シャープ7119、フリーダイヤルで通話無料としていましたが、NTT 西日本のミスで利用者に通話料の負担が発生していることが分かりました。愛媛救急電話相談シャープ7119は、体調不良やけがで救急車を呼ぶか迷った際、 ダイヤルすると、医師や看護師がアドバイスしてくれる新たな制度で、今年7月から運用が始まりました。通話は無料としていたものの、利用者に通話料の負担が発生していることがこのほど発覚し、県と NTT 西日本が今日謝罪しました。NTT 西日本が利用者に通話料が発生する間違った仕組みを県に提供していたのが原因で、 ミスを認めています県は今後無料通話に設定し直すとともに利用者が負担した通話料は補填するとしていますただ無料通話に再設定するまでには時間がかかるとしその間は通話料の負担があると理解を求めています